世界を理解するためにキャラクターとして描くみたいなイメージですかね。どちらかというと情報の流れであるとか人の関係であるとかっていう目には見えないんだけどキャラクターとして描くみたいな。作品の一つ一つに描くのは概念というキャラクター。ブレイクゼイン、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト、画家、フィービー。イラストレーターとして活動した後、アーティストへ転身、国内外で評価を得る彼女の作品のテーマは循環する世界。基本的にはその中で何かその世界が一個できていることが多くて、作品としてはそれで全体が成り立っていることっていうことが重要だったりとかしているので、なんか一つの命の流れみたいなもの、生死のサイクルみたいなものっていう、根源的にあんまり変わんない部分だけど大事な部分みたいなものの方が興味があって、世界の断りを表現したい、そんな目には見えないものを描くために選んだ聖なる獣たち。山を見た時とか自然を感じた時の畏怖みたいなものと、神様とか神獣とかの可視化するためにキャラクター化したもののなんか共通点みたいなものをちょっと感じて、それを私たちが生きているここの視点から見て再構築すると、またさらに現代の神獣みたいなものになって面白いんじゃないかなっていうところからですかね。神獣の姿を借りてありのままの世界を、そしてそんな世界に生きる一人一人に存在意義を感じてほしい。何のために存在するのかを、何かしら本人が何か関係あると思って見てほしいなとは思いますけど、自分だけで独立して存在してるわけではなくて、例えばパズルのピースだったら周りがあってここがあるみたいな、そういう解釈で物事を見ながら描いてるというか。世界が変わり続けても自分にしかできないことを、そんなフィービーの思い。なんか そういう意味ではその次の世代っていうのをすごく意識しては描いていて、多分自分がいられるのは一瞬みたいな感覚があるので、じゃあ世界と自分が関われる今の瞬間に、何をすべきっていうか、あなたは何をすべきなんだろうねっていう問いかけは多分入っているのかなとは、はい、思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は写真家池谷智秀のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。